グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。雑草にお困りで当社のホームページをご覧になってご連絡がありました。ホームページにあった当社のウッドデッキの施工例のようにしたいとご希望がありました。すでに新築当時にウッドデッキを作って10年以上使っています。土のままの部分なので雑草が生えてきてしまいます。雑草が抜いても抜いても生えてきてしまい、お手入れが大変です。土のままにしておくと日が当たる場所は雑草が生えてきてしまいます。ご希望に合わせたウッドデッキにするため、すべて取り替えることにしました。ウッドデッキは敷地いっぱいに広げて、高さ 1.5 メートルのフェンスを設置しました。ウッドデッキ下は防草シートを一面に貼っているので、草が生える心配はありません。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。